こたつ。こたつは、日本の暖房器具、一部の外国にも、類似の器具が存在する。床や、畳床等に置いた枠組み、こたつやぐら、こたつ机の中に熱源を入れ、外側を、布団等で覆って、局所的空間を暖かくする形式である。熱源は、枠組みと一体になっているものと、そうでないものがあり、古くは点火した木炭や豆炭、練炭を容器に入れて用いていた。現在は電気装置、電気こたつが多い。足を曲げて腰をかけることができるよう床を切り下げている。掘りごたつ、切りこたつとも言うと、床が周囲と同じ高さの平面の置きこたつとに分けられる。ただし、台を設ける床置きの掘りこたつもある。布団を広げたこたつやぐらの上にはこたつ板を置いて、机やちゃぶ台のように使うことが多い。なお、地方や世代によっては、安価のことをこたつと呼ぶこともある。現在のこたつの漢字表記は、こたつが主流であるが、室町時代には、ひたつ、ひとう、こたつ、江戸時代には、こたつ、きょたつなどと表記された。なお、たつは国字である。語源としては、加藤に由来するという説がある。また略称として、こたがあるがあまり用いられない。しかし、丁寧語の、をつけた、おこたという言い方は多く、女性に用いられている。こたつと一体化して生活することを、かたつむりをもじって俗に、こたつむりと呼ぶことがある。他に、こたつにすっぽりとほとんど、頭だけ出して潜り込んでしまった状態を、亀と表現することもある。イランやアゼルバイジャンには同様な暖房器具があり、コルシ呼び、同様のものを、アフガニスタンやタジキスタンでは、サンダリと呼んでいる。また、スペインのアンダルシア地方には、ブラセロというオリーブの実の絞りかすなどを燃料とする安価を使った椅子に座って使うこたつが存在する。こたつは、室町時代に、いろりの上に櫓を組み、布団をかけたものに起源を求められる。いろりを床より下げ、床と同じ高さと布団を置く上段との2段の櫓を組んだ足を入れられる掘りこたつとなった。さらにいろりの周囲まで床より下げ、現在の掘りこたつの座れる構造の腰掛けごたつができた。大ごたつと呼ばれ、江戸時代に大勢が入るこたつに使われた。こたつは日本では火鉢とともに冬には欠かせない暖房器具として発達した。当時は熱源として木炭や多丼、後に、練炭、豆炭などを用いた。置き来た炭として紙や灰で、酸素供給を減らし、補充間隔を伸ばして使っていた。寺院や武家では火鉢が、客向けの暖房器具で、こたつは、家庭用であった。そのため、弁慶という言葉と同様に、外では、息地がないが、家庭中では、威張り散らす人を、こたつ、弁慶という。江戸時代中期には置きこたつが広まった。熱源部分に、いろりの代わりに火鉢を用いたものである。置きこたつは掘りこたつとは異なり、移動可能であることを特徴とする。1909年、明治42年、イギリス人陶芸家、バーナード・リーチが、正座が苦手であることから東京、上野の自宅に作った掘りこたつが、住宅向け腰掛けごたつの最初である。小さな掘りこたつでも腰掛けごたつとして使えるように足を下ろす穴よりもいろりになる穴が深く掘られ耐火性能を確保している。炭を床面よりもかなり深くに置くことになり、補充、排掃時が大変なことと一酸化炭素中毒を起こしやすいことが欠点であった。志賀直哉、里見トンが随筆で褒めたことが宣伝となり、昭和初期に日本全国へと普及した。それにより、熱源部分の分類であった掘りこたつという名称が、腰掛けごたつの意味となった。この深いいろりでの炭の使用の不便を避け、練炭コンロを入れて使う、練炭ごたつも普及することとなる。触媒を上に乗せ一酸化炭素や匂いを削減した、掘りこたつ専用練炭コンロもある。また、燃料に豆炭を使う、豆炭ごたつも1960年代からある。熱源部分に豆炭を入れ、いろりや火鉢の置き来た炭の灰の厚さによる温度調整に変わり、ダンパーで通気量調整ができる近代は住居の気密の高さに対応するため1、酸化炭素を減らす触媒をつけている場合もある。触媒部分は消耗品で、中毒死や火災を避けるため毎年の交換が必要である。電気ごたつは大正後期に発売されたが、家庭にはなかなか普及しなかった。一方大正時代には固定式の掘入こたつに代わって移動可能なこたつが出始めた。これは木製の囲いの中に火鉢状の熱源を入れるものであり、相当に普及した。しかし囲いがあるために足が伸ばせないという欠点があった。そのため座卓状のものに足を伸ばせるよう熱源を上部に装備するこたつの模索も始まった。大正後期には移動可能でかつ足を伸ばせる上部加熱式あぐらこたつというべきこたつの実用新案が2件登録されている。1922年、大正11年に東京市の平田東一が登録したものはテーブルの天板下面に多数の電球を取り付けたものである。1924年、大正13年には東京市の帝国電気株式会社が座卓の天板下部に反射板付き電熱器を下向きに付けたものを登録している。この2件のアイデアが製品として商品化されたかは明らかでない。その後1932年、昭和7年に富山県の井田源三が申請し1935年、昭和10年に登録された実用新案がある。これは、こたつ内で足を伸ばせるように、櫓の天板下面に、断熱材と反射板を取り付け上でその下に熱源を置き、さらに伸ばした足が直接触れないように熱源の下に金網を設置するというアイデアである。この実用新案をもとに1935年、昭和10年に安全反射こたつの名称で商品版が開始された。熱源は最終的には電熱式になったが、当初はブリキ製の引き出しに灰を置きそこに炭を入れるものであった。販売力の問題から、販路はほぼ北陸に限られていたようである。実用新案の期限が切れた昭和30年頃になると、上部加熱式あぐらこたつへの参入が活発になる。1957年、昭和32年には東芝が、ニクロム線熱源の電気あぐらこたつを発売しており、その性能、価格、販売力から全国的なヒットとなった。以後熱源は赤外線などに変わるものの長期にわたってこの形式のこたつが主流になった。主流になっている。過去に販売されていたレモン球式は電熱線自体から可視光線とともに近遠赤外線を出していた。また最近の製品でも赤鋭管ヒーターを搭載した安価なモデルは赤い光を出す。これは構造的に裸電球に手をかざすと、暖かいのと原理的に似ているが、発熱体のニクロム線が太く赤外線放射に特化しているため電球ほど明るくはない。ヒーター管の形式によっては、可視光線を出さないものがある、一部のシーズヒーター管など。最近の製品は電源を入れても暗いままか、それほど明るくない。当初発売されていた、電気ごたつは熱源部分が白かった。しかし、当時多くの人がこれで本当に温まるのかと疑問視して、なかなか購入しようとはせず、売り上げが伸びなかった。そこで、企業は熱源部分を赤くして、暖かさがきちんと伝わるように見せたものを1960年頃に発売したところ売り上げが伸びた。現在は、冬場の暖房器具としてだけではなく、夏季には、こたつ布団を外し、ちゃぶ台ないしは、座卓代わりとして、通年利用されることが多い。そのため、暖房器具ではあるが、通年商品となっている。このように、こたつ布団を外した場合に座卓に見えるこたつを、電化製品業界では、家具調こたつといい、家具業界では、暖卓と呼んでいる。家具調こたつ、暖卓の普及により、形状の主流は、正方形から長方形になりつつある。ごく最近に人気の出てきた一人用のミニこたつなどは正方形である。現在は大手メーカーは電気こたつを生産しておらず、中小のメーカーが数多く参入している。47都道府県のうち山梨県が最もこたつの所有率が高い。一方では、北海道が最もこたつの所有率が低く、昔はガスや石油ストーブが使用されたが、近年ではオイルヒーター、パネルヒーターなどを利用することが増えている。こたつ布団の上に四角い天板、こたつ板を置くことが多い。この板は食卓代わりに宿屋等で使われ始め、家庭に広まったとみられる。1959年頃から家庭でも一般化したのではないかとみられる。以前は天板の裏がラシャ張りになっており朝ジャン卓として利用されたが、麻雀人口と正方形のこたつが共に減少したため、このような天板は稀になった。こたつは冬の季語である。昔、武家では、亥の子の日、亥の月亥の日に暖房具を出したといい、町屋では第2の亥の日、つまり12日後から火鉢やこたつなどを使い始めた。亥の子は太陽暦では11月半ばから後半である。亥、著は摩利支天の神子であり、摩利支天は炎の神であるから防火の神でもある。また亥は陰陽五行説で火を制する水にあたる。このため、武家は亥の月の日に火道具を使い始め、家の防火を祈った。こうした風習は、今でも西日本で残っており、11月に入るとお茶家では、今でも亥の子に炉開きの行事をするところが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。